今日の外テル、やばい。あっと、ぐわあ、うんこでも落ちてたか、佐藤よ。だからさ、プレイ打てるやろ。逆にエアするのが難しいだろ今の。すまん、コレランス調整や時ホームランや。鳥谷、そんなに難しい打球ではない。阪神のエラーはサトテルのエラー。昨日の流れからすると阪神エンジンかかってきたか。よし、負けたな、飯買いに行くわ。この前もヒットにはなったけど佐藤最近雑やないか。サトテルの守備ひどすぎるからな、エラー一人で荒稼ぎしとる。危なすぎる。闇の送球、大山という神。なんでその送球になんねん。大山がストレスでおかしくなるわ。取ってすぐ投げて、それならまだわかるのに。どう見ても大山の方が守備うまくない？佐藤は野球下手すぎる。中田と大山ってやっぱ大山の方が守備いいんか。6年連続30本塁打ってそんなすごいやろか。ウッズはともかく、小笠原と大杉はホームラン打つ選手やないやん。魔送球ってなんかなかったっけ。ご視聴ありがとうございました。